じゃあ台に入ります。格好を取ります。あ、当たるな、当たらないながわかるわけ。もう打ってるな、打ってないがわかるわけ。あれだからもう、クボキが入った時点で、あ、これはだ、ろくなもんじゃないっていうのがわかる。すげえ。だから普段練習しなきゃダメなんだよ、お前。これで当てたら大差なんだよ。これで当てたら。当たるよな。シングルしな。シングルで、シングルで。一番下になったらそのままの格好でこうにひねってくる。なるほど。で、銃を下ろす。はい。終えてないですね。だから、打ち終わったところが一番楽な体勢。ええ。で、さーっと引っ張ってきて銃を下ろすんだ。クールマークだ。クールマーク。でまあ、ここで楽な体勢にしてそう打ちますって引き金を引きましたって言ったところが一番楽な体勢でくっつけたまんまこうにひねっていくとあ腰が良いじゃないよだけどそれを楽な姿勢を取っちゃダメなんだそこでやっと言っていいんですか、うんいましたはいよしって思うだろダメあれはえダメ全然ダメあどうんそうですかうんなってないもん居住がうん、ま、俺にしてみればまぐれあたりやるじゃん当たんなくても居住をしっかりしてもらいたいはいだって全然でここに上げてくんだったらいいけどここに上下しちゃダメなんよ泳いじゃんこうボーンってはい向こうだよ楽な格好しちゃダメなの打ちましたはい打ちましたそんなところでボスまではい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 。来ました。来ました。はい。来ました。ひねる。はい。はい。マークプロでね、はい、はい、うわマグルで両方当たってやんの ブールマークねその行動いつも言うけど7番1番で左右に振るバカいないんだって言うじゃんなるほどポール上を飛んでくんだから
こっちに構えてこっちに振れば銃がこうに振ってっちゃうんだから球が左に行っちゃうに決まってるじゃない、どう考えても。だから上下だけでいいんだよ。何のためにこのポールがあるんだって話になって、いつも言う、毎回言う私、うん、でマークプールのダブルね、3本より、3本より下の木ぐらいでいいと思う。忙しかったら3本の木ぐらいで、はい、はい、いい当たりしてたな。8番いい当たりしてたな。8番いい当たりしてる。あれ出口のちょっとこっちだめ、屋根のところ。基本的にあの屋根のところ行く。ここに居住してたの。こういう居住してたのよ。上げてくる。なんか俺そうなってそうな気がする。まっすぐ上上げてから気持ち。これをクレーが向こうへ飛んでくからってクレーなりにこういう居住していくと。ああ、それはダメなの。まっすぐ上げてっと。上げてから俺。そう。まっすぐ上上げてっと。それが混ざったような感じでやっちゃダメ。そう。だからクレーが飛んでくからってこうに持ってる状態でこうに持って。ああ。こうに居住してドーンって打っていくとダメ。まっすぐ上げて、で俺なんか、自分で分かってるの、その外した原因が。あ、これで当たんなかった。だから分かってれば、外しても問題ない。ただ、自分でちゃんと打ってて、なんでこれで外したんかなって思うようだと、ダメなんだよ。外した原因が分かってれば、せやねん。だからね、ダブルの動画ばっか見てた。7番、はーいって言って、さーってしゃくて、ポーンって持って、決めて。だったそうだね。俺一番のダブルの方が簡単だと思うんだよ。お前一番のプールが嫌いだからだね。ああ、本当に。お願いしまーす。はい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 。
はい。はい。当たりすぎだな。はい。気が引くタイミングわかんないじゃん。前をこう逃げちゃってる。だからあんなの。
長は8番うまいね。え？隊長は8番うまい。慣れたんだって。Thank you.